本当にタイラーと話すの？うん、赤いプリズムのため。他に方法はない。そうね。だけど最近のタイラーの様子、まるで別人みたいで。ところで、そのタイラーとは付き合ってんの？まあそんなとこね。彼のおかげで人として成長できた。でもこんなことになるなんて。そうだね。でもなんとかなる。タイラー、ちょっといい？邪魔しないでくれるか。何の用だ？あなたのおじいさんの仮面が必要なの。キムを助けるために。ハンナ、彼女に何を話したんだ？家族の話はするなと言ったろ。ハンナ、なぜジェスに好き勝手させてるんだ？ストレスでおかしくなってるの。仕方ないわ。最近いろいろありすぎ。ジェス、ほらプリズムを。ジェスはどこに行った？ジェスも必死なのよ。友達のこともあってかなり参ってるって言ってたけど、本当に大変そうね。ああ、こんなことになるなんて予想外だった。でもきっと大丈夫。あなたなら。二人を殺したのはジェスか？僕の邪魔をするのが狙いなのか？だから責めないで。この状況を変えられるのはジェスだけなのよ。私の話を聞いて東大で命がけで動いてくれた。本当か？彼女を誤解していたようだ。彼女もみんなもあなたの助言が必要よ。そうだな。二人とももっと僕の話を聞くべきだ。タイラー、例の生物と仮面の人たちだけど、なんで平気なの？奴らは僕を避けてる。多分この血筋のせいだ。一族の遺産なんだ。まだ全部は理解できてないが。ここから出ないと。無事なのはあなたのおかげよ。役に立てなくてごめんなさい。とにかくジェスには邪魔をさせるなよ。信用できないからな。古い集落に祖父の仮面がある。そいつが鍵だ。それが手に入れば全部元に戻せる。ジェス、何をしてる？どこから来た？タイラー、すぐ戻る。絶対。ジェス、行きましょう。私と来て。どこに行くんだ？プリズムは？うん、あるよ。彼、怒るでしょうね。次は仮面を取りに古い集落へ。古い集落？何それ？70年代には他の団体が集落に住んでたのよ。タイラーはみんなのことをメモってた。私のことも書いてあった。うん、服従的で120万ドルの資金ありって。それでタイラーとの関係は？私の心がバラバラで最悪だった時、そのかけらを集めるのを手伝ってくれたの。教師だった彼と気持ちが通じ合って、おかげで自分を取り戻せた。私のプリズムのせい？ジェス、ジェス、私には無理。他に道は？魂の軌跡があるの。彼も仮面を取りに来たけど、邪魔されて近づけなかった。無線に注意して、着いたら連絡する。
何？タイラーのことを考えてたの。私を利用しただけで本当は好きじゃなかったのかな。タイラーは誰でも利用する。彼の気持ちは知らないけど、あなたが都合良かったのは確かだと思うよ。する姿を想像してみろ。誰もが命じた通りに動く姿を想像してみろ。嘘じゃない、本当だ。これは現実なんだよ。着いた。魂の奇跡の入り口に注意して。そこは特に闇が深そう。なんかちょっと静かすぎない？ハンナを置いてきた。うん、驚いた。何これ？ハンナ、聞こえる？変なのを見たけど、特に何も起こらなかった。綺麗な色をしてたわ。あなたの声、聞こえてる？
ハンナ、やったね。無事だったわね。私、タイラーに依存しすぎかも。どうしたらいい？私に聞かなくても、もう分かってるはずだよ。ええ、そうね。次は仮面ね。いつでも行ける。タイラーのプリズムの次は、仮面を手に入れて、本当にそれでキムが助かるの？ええ、プリズムのエネルギーが彼女に影響してる。仮面でその流れを変えられるはずよ。数日前に聞いてたら、正気を疑ってたな。ここが例の集落よ。うわ、すごい。大きい。あの建物見て。あの巨大ドーム。あれが目的地よ。道はこっちね。ここは温室だったよね。何用の？食料とかじゃない？幻覚を見せる植物もいくつかね。タイラーはそれを取りに来てたわ。止まり？儀式の日からこんなに植物が育つなんて。どうする？何か使えるものがあるかも。近くを探してみる。ここに入れるのかな。こっちも抜け道はなさそうだけど、鍵がある。それを取って。こっちは植物を除去できそう。さっきの場所にいるわ。で、どうするの？この植物は切っても切ってもすぐ成長する。でも、後ろの散水器が見える。あれに調合した薬を入れてまけば枯れるはず。調合って、どんな薬なの？ここにメモがある。でもわからないな。見てくれない？なんか暗号みたい。でも前に見たことがある気がするな。このシンボルが植物や化学物質を指してるはず。よかった。あとは任せたからね。
ここに入れるのかな。これでいいはず。私たちまだ友達？なぜ助けようともしなかったの？私を救えない。
ていく。やった、道ができたわ。ねえ、ハンナなら知ってると思うんだけど、キムが取り込まれた経緯は。みんなと同じ、タイラーがヨガを教えるうちに彼女を取り込んだ。キムだけじゃないんでしょ。そういうのがすごくうまいの。彼を信じてる人はたくさんいると思う。でもリトリートに招待されたのは幹部だけ。準備ができてる人だけよ。支配される準備ができてる人ってことか。ごめん、言い過ぎたかな。いいえ、いいの。その通りよ。みんなその一員になりたくて、彼のことをいつも気にしてた。闇とあの生物のことは知ってたの？まさか、プリズムのエネルギーのことだけよ。信じたかったけど、まさか存在するとは思わなかった。嘘、ここにも闇が。他の道を探す方がいいかも。なんとかするよ。わかった。とにかく巨大ドームを目指しましょう。了解。じゃあ。この名を刻め。僕は大物だ。世界の一員となるだろう。闇の先にある光。信者から金を巻き上げる。簡単なことだ。今にも崩れそう。
ハンナ、ねえ、聞こえる？ああ、ジェス、あれが、もうダメかと思った。大丈夫？無事？多分、まだ息は切れてるけど、ドームには到着したわ。わかった、すぐ行く。
宙からの波動が持つ変革をもたらそうとする力の影響、この波動は我々の肉体的感覚を取っとこう。大丈夫ハンナ。なんとかジェスは平気なの。無視してる。罠にはまらないように。もうあそこは嫌、タイラーを思わせるから。今はとにかく仮面を見つけないと。あのドアの向こうだろうけど、まるでビクともしないのよ。やってみる。休んでて。じゃあプリズムを渡しとくね。集落の向こうに行くのに必要よ。ありがとう、ハンナ。だなんて信じられない。ついてる。必要としてくれて嬉しい。必要とされたいの。力を得る。
っと待って、焼死体がこんなに。金を巻き上げる、簡単なことだ。
場所。かつてここにいた人たちの中央儀式場よ。プリズムのエネルギーが流れてきそうね。大勢住んでたんだね。ええ、100人以上はいたんじゃないかな。それは僕のものだ。僕の家族のもの。タイラ、ねえ聞いて。このままじゃあなたも私たちも危険なの。これは僕の使命だ。違うか。一緒にここまで来た。こんなの望んでなかった。いや、期待以上。私が必要だって言った。必要だ。僕を信用して。さあ、それを。彼が仮面を持ってる。追わないと。彼を止めなきゃ、もっとまずいことになる。これで全てが完成した。私はここに戻ってきた。反射鏡の光だわ。あれで操ってるのね。彼に向ければ攻撃先を変えられるはずよ。やってみよう。
客人が来たようだ。あの二人を始末しろ。
ハンナ、行かないと。ええ、キムを救うの分かってるわ。ジェス、行きましょう。全部揃ったわ。それでどこへ行くの？輪に戻るのよ。儀式の準備をしないと。分かった。でもちょっと待って、さっきので今ちょっと無理だから。ごめんなさい。とにかくここから出たいの。これでキムや他の人たちも助けられるかも。他の人？他に誰が生きてるの？キムを助けて逃げるのが先決でしょ。